どうした？ ちょっと待てよ、お前。その角度、ちょっと その角度、京介くんの目線がその角度だったらさ、大きな穴を掘って京介くん埋められそうになってるみたいな角度になってますけど。ユリアちゃん それなんか日暮らしの泣く頃にのしワンシーンで見たことある。東国が最初に考えたのは採掘だった。鏡の壁の下を通って外に出るという方法だ。トンネル作るんじゃ。近くの公園の地面が土で、かつ鏡の壁があったので、そこをスコップで掘ることにした。地面はとても硬く、2人で3メートルほど掘ったが、そこで諦めた。そうな。人間の力じゃそれぐらいが限度やな。3メートルも結構使えたんじゃないかな、お前。なにこれ、ドリル。なんかちょっといきなりそんなもん出されたらちょっとシュールに感じてねえか、お前。次は電動ドリルで壁に穴を開ける方法であった。発電機を使って電動ドリルを使用したが、鏡の壁は傷つくことすらなかった。 なんかちょっとシュールやだけど。 日曜大工みたいになってる。ちょっとした日曜大工みたいになってる。熱で溶かそうとしてみたり、酸をかけて錆びさせようともしたが、壁の表面には何の変化も見られなかった。ほんまに科学の実験みたいになっとるやねん。 こういう見よったらさ、やっぱユリアちゃんが京介君に対してだいぶ信頼を寄せとるっていうのが分かってくるな。もうここまで2人でもうタッグで行動しようもんな。ずっとトロ感が全身ずっしりとのしかかり、歩くのもつらい。運動不足だぞ、京介くん。お前もしかして休日とかは結構ベッドで横になって一日を過ごすタイプだろう。俺みたいだな。それにしても、なあ、東国、なんでお前はそんなに元気なんだよ。ユリアちゃん、まさかお前体の中になんか未知のエンジンとかエネルギーを積んだエンジンとか乗せてるんじゃないの、お前。それを原動力に動いてるんじゃないの。なんかアンドロイド説、東国よりやアンドロイド説。肉体労働続きで疲労困憊している僕とは対照的に、東国はなんだかウキウキしていた。カップルの初デートに遊園地に来た女の子みたいな感じになってるやん。科学の道を放ずる者が実験を楽しまなくてどうするんだよ。なるほど。この疲労度の差は精神的なものから来るものだったんやな。楽しむのは結構だけど、何か壁について分かったか？もちろんだよ。一連の実験のおかげで素晴らしい情報をつかむことができた。マジか。失敗続きだったけど、結構何か分かることがあったんじゃ。本当か？何一つわからないことがわかった。お前本気でさ、頭の横にある丸いやつ1個か2個ぐらいかち割ったのか。 ひどい肩透かしにガクッと肩が落ちる。 もう落ちすぎて外れてるんだろうな。ガンダムに出てくるジオングみたいな感じで腕が取れるんだろうな。なんだよそれ。何も分かってないってことじゃないか。いやいや、桜井君、わからないよ、わかるってのはそれだけで大発見なんだ。なんかこの話をなんかアホガールのよしこが言っていたな。自分の無知と世界の未知を見つけ出す、それこそが科学の醍醐味じゃないか。 熱弁している。東国ユリア殿が熱弁しているぞ。東国信者よ、皆だ、ちゃんと耳をかっぽじてよく聞け。未知に湧き立つ東国の気持ちは尊重するよ。けどさ、その発見は脱出の手がかりになるの？いやー、まあそれについては万策尽きた感があるね。白箱か。おい、あとはもう車で突進
して爆発させるとかしかないかもね。やめて、それハイリスクですね。思いっきりハイリスクですね、それ。なるほど。え、なるほどじゃない。京介くんも何かちょっとなるほどな、何がなるほどなんだお前。それくらいしかないよね。それもそれ、そういう発想が出てくる。ユリアちゃんも車で突進って誰が乗るの。死ぬ時は一緒だ。それはちょっと遠回しに結婚してくれ的な感じで思う。取れたらいいのかユリアちゃん。君の名前が桜井ユリアになっちゃうよ。いやだガチのトーンをいただきました。僕の必死の抵抗も虚しく車に乗せられることになった。乗るのか本当に。もうここまで来たらやけだ。やってやる。エアバッグ起動してくれよ、ちゃんと。じゃあガチで乗ってる。飛び降りるタイミングを指示するから。ガチで乗ってる。何この笑顔お前。免許取り立ての初めての運転ミラー感じになってるやんお前。左ハンドルじゃ。ちゃんと助手席乗ってる。センターがこれになったんやな。わ、サイドブレーキの位置とか最近の車っぽいぞ。いや、最近はあのトヨタの車とかだったらあの自動パーキングブレーキとかでこんなんじゃないんやけど、レバーすらないんやけど、あ、そんなことはどうでもいいや。左ハンドルか。外車見つけた。桜井君を信じてスピードぐんぐん上げるね。その笑顔でそれ言われたら怖いな。自爆テロを想像してしまうぞお前。なんでそんな楽しそうなんだよ。芸術は爆発だって言ってるからね。爆発だったら私も芸術だとかそんなこと考えてるだろうか。スタントみたいでかっこいいじゃん。危険なほど盛り上がるよ。お前派手にやらかしたいタイプだろお前。演出を派手なほどいいと思ってるタイプの人間だろお前。僕が何としてでも助けてやるからな。かっこいい京介くん、かっこいいよ。一度駅前に戻り、格屋からベッドマットを運び出した。これを2往復し飛び出す予定場所に設置しておく。続いて近くのマンションの地下駐車場から車を選ぶ。なぜか遠くがベンツを選んだ。ベンツかこれ。どういで左ハンドル、車高もちょっと低めやなって思いながら、ベンツかこれ。窓ガラスを破壊しコードを引っ張り出してどうにかエンジンをかけた。東国が運転席で僕は助手席だ。それじゃ始めよっか。桜井くん、何シートベルトしてるの。つい癖で。そうやな、行儀がいいこと。なあ東国、せめてもっと安い車にしないか。罪悪感が。何もベンツじゃなくても。あ、聞いてない聞いてない。ガン無視。早い。ここの準備が。イニシャル D のワンシーンかと思ってないかお前。このカップホルダーにさ、水の入った紙コップが置いてあったら絶対イニシャル D だお前。これもしかして水入っとる、この白いやつ。3、2、1、今飛び降りた。え、これマットに着地したところの音。僕は勢いを殺せずアスファルトで擦り傷を負ったが、遠くは無事なようだった。車はそのままスピードで鏡の壁に突っ込み、轟音を立てて衝突した。ベンツがー。ベンツー。しかもやったかって、それさ、やれてないフラグだぞお前。それフラグだぞ。京介くんも分かってるな。京介くん晴れ晴れとした遠くの表情を見て思わず声を上げそうになった。いつもこうだったっけ、これいつもこうだったら、もういくら命があっても足らないような気がしてくるよお前。
みんなが思いつかないような方法を考案して、誰よりも楽しそうに実践する。それが東国ユリアだった。でも、ずっとこの表情を見られていなかった気がする。この表情。マットか、これ。あ、なるほど。こういうマットを用意しとったんやな。クスクスと笑ってしまう。懐かしいな、なんかこのベンツ大炎上の前でそんなクスクスと笑えるって、なんかすごい狂気的な感じがするな。は？何がさ、こんな生き生きした東国を見たのは久しぶりだよ。そうだね、なんだか久しぶりに何も考えずに遊んだ気がする。小学生以来かな。何も考えずに犠牲になったベンツ、ゲセヌって思ってるよ。ベンツ今頃ゲセヌって思ってる。元の世界に戻ったら考える。喋っている間に煙が晴れるが、鏡の壁は健在だった。ベンツ割れてはないか。無傷ですね。そのまま1時間ほど燃え盛る車を見つめていた。火が収まった後に鏡の壁を見に行く。ひびすらなく綺麗な状態だった。こんな鏡、あなたは欲しいですか？今ならこれから2000円で。あ、またアラビア語の文字を書き連ねたホワイトボードの前でいちいちが終わろうとしている。そして魚住のおっぱいは今日もでかかった。神谷がみんなの報告をまとめ、今日は解散となった。みんなどんな感じだろうな、進捗は。そろそろユリアちゃん以外との人間とも行動したい気がするけど。みんなで歓談であったかな。ホテルに戻ろうとすると東国が話しかけてきた。物理的な破壊は無理だね。難しそうだな。それに逃げ道探しも難しい。実は今日町工事くんに地下鉄の線路をたどってもらったんだけど、その進路も壁に阻まれていたらしいんだ。もう完全に隔離されとんじゃ。ここまで来たらさ、その逆に言えばこの外から出る必要はないぞってクロノス世界が言ってくれとるようなもんな気がする。破壊できんけど逆に破壊する必要もないんじゃないかなって。空もダメ、地下もダメじゃ打つ手がないよ。うん、手を打つ必要がないって言ってくれるんじゃないかな。逆に言えば壁を壊すのは無理、抜け道も見つからない。壁を突破するのは不可能なのかもしれない。壁を突破するなんて大口を叩いておいてこのざまか。不出来な自分の頭が嫌にもなるよ。うん？けどさ、いろいろ試してみて分かることもあるって君が言ったんじゃないか、ちょっと前に。 100% ダメだと分かっていてもやることに意味があるんじゃないの。いつもユリアちゃんだったらそう言うと思うよ。不出来なんてそんな、ちょっと失敗したくらいで落ち込まないでくれ。抱きしめてやるから。かっこいい京介くん。東国は天才だよ。だから僕は天才なんかじゃないってば。この状態で俺が京介くんだったら、どう考えても俺ユリアちゃんの頭を撫でてる。ポンポンってしてあげる。本物と比べられたら僕なんて住人並みの盆栽が関の山ってところだよ。それはとても信じられないな。国から表彰されるような人より頭のいい人がそんなにいたら困るだろ。いるんだって。例えば僕の妹とか。妹？妹さん？いよったな、そういや天才姉妹みたいな。確かに妹さんも天才として有名だったな。けど東国だって。いや、世間は僕らのことを天才姉妹なんて雑にくくっているけど、真の天才は妹だけだ。ん？何せ僕が国内で表彰されてる間、妹ジュリーは世界で表彰されていたんだから。おお。天才と盆栽の間には
越えられない壁があるんだ。まさにこのクロノス世界の壁みたいな感じか。うちの一族で天才に値するのは妹とそれから父くらいじゃないかな。ジュリーと父は家でもよく楽しそうに互いの研究分野について語り合ってるよ。天才同士通じ合うものがあるんだろうね。けど僕のレベルじゃあの二人にはついていけない。天才たちの王国への入場パスを僕は持っていないんだ。コンプレックスなのか。超えることのできない境界線がそこには厳然と存在しているんだよ。だからこのクロノ世界の風みたいにごとく、それを破壊したり突破する方法をそっちでも考えようんだろうな。まさにクロノ世界にそれを当てはめようとしているのか。僕からすれば、東国の天才以外の、東国は天才以外の何者でもない。しかし、彼女の一家からすれば、東国ユリアは必ずしも天才ではないのかもしれなかった。何せ、比較対象が世界で表彰されている妹と、ノーベル物理学賞を確立と呼ばれている父親だ。東国の父は以前、僕らの中学校に、講演をしに来たことがあり、その時に少し話したことがある。会話の内容は忘れたが、異質な迫力に気圧されたのを覚えている。どんな風に声をかければいいかわからない。いや、だから清介君、さっきから言おうけどさ、頭を撫でてあげなよ。天才が天才ゆえに感じてしまう孤独に寄り添うにはどうすれば。抱きしめてあげる。そうか、そうだよ。盆栽の僕じゃ無理なら、ジュリーの力を借りればいいんだ。お？天才の頭脳にかかれば、この状況だってきっと打破できるはず。こんなに簡単なことだったんだ。意地を張っていたせいで目が曇っていたらしい。そうきたか。妹さんの力を借りる？でもどうするんだ？その妹がおらんけんどうにかもならんのじゃないだろうか。妹さんはここにいないのに。ジュリーがいなくてもジュリーの論文ならあるはずだ。論文の方。そうか。前にも言ったろ、ジュリーはバラシハ事件に興味を抱いていたって。うん、読めばきっとこの世界の仕組みを解き明かす鍵となる。そういうことか。その論文はどこにあるんだ。明日家に行って探してみるよ。久しぶりの帰宅か。これは何か突破口につながるかもしれんな。見つからないな。あ、来たんじゃ。え、ここユリアちゃんち。あれ意外と普通なとこ住んでんな。あれもうちょいファンシーなイメージがあるけど、結構普通ってかシンプルやな。だとしたらただあのオレンジの鍋4個もいらんと思うんやけどな。かれこれ2時間以上は探している。東国家のマンションは広く 5LDK だった。広っ。渋谷でこの広さは相当な値段なのだろう。いくらなのか聞いてみたくもあったが、余計なことだろうと口をつぐんだ。わあ、土地の代金とか高いだろうに、東京だったら。それで 5LDK って、わ、田舎から上京した人にとってはもう払えるわけがないような値段なんだろうな。東国の妹の部屋はもちろん、東国の部屋や父の書斎にも部屋をひっくり返すかのように探したが見当たらない。てかテレビでかかったね今。もう一度東国の妹の部屋を探そうとすると、東国が父の書斎から戻ってきた。ある場所分かったよ。分かった。いや、それはそうとさ、よう考えたらユリアちゃんの妹の部屋入れるって、なんか背徳感。友達の女の子の妹さんの部屋とか背徳感あるけど、入っていいっすか。
どんな部屋か見ていいっすか。本当か。しかし遠くの表情は明るくはない。どうした？遠くに連れられて父の書斎に向かうと、金庫の前で彼女が立ち止まった。このままコーナーか。ここが父の書斎で、金庫にちゃんとこんな感じで厳重に。そりゃそうか、ノーベル賞ものだもんな。この中か。未発表の論文は父がまとめてこの中に入れてるんだ。わ、厳重。どうして金庫に。父は失いたくないものは全部金庫に入れるんだよ。極端なこと言うたら、お前たちを失いたくないとか言いながら娘たちを金庫に入れることもあるんだろうか。極端か。それは火事になっても残るように父の宝物が全部入っていると言ってた。でさ、開けてみたらさ、半分ほどエロ本が入っとったら、えー、ってなるよね。ドスケベ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 。この金庫、暗証番号みたいだけど開けられるの。そうなのか。あ、でも4桁か。それなら最初から試していけば開くんじゃない。ユリアちゃんに知らされてないって。やっぱ家族から天才だと思われてないっていう証明になってしまうんかな。3回失敗するとセキュリティ会社の人が来るまでパスワードを再入力できなくなるんだ。実質この世界だったらもう入力できませんってことか。あ、じゃあさ、この金庫を外に持ち出してベンツで突っ込んでこればいいんじゃないの。今度こそベンツが逆にやつんじゃないの。それはまずい。けどこの世界は電気が通ってないんだろ。それなら通報そもそも動かないんじゃないのか。それが動くんだ。動くの。どういうことなんだろう。ディスプレイといい、なんか東京クロノスがコーナカにある論文をヒントにしろって言っているかのごとくや。なんか RPG とかそういうゲームってね、ゲームに関係ないところを調べても何も起きないようになってるけど、これはゲームに必要だから動くみたいな、そんな、そういうなんか切り分け方が出来上がってるような感じ。ということはセキュリティ会社の人がいない今、3回失敗したらこの金庫は永久に開かない。それこそ破壊できないかな。本当、ベンツ大作戦。ベンツ大作戦は無理だよ。これ父が昔から愛用してる最高グレードの金庫だし。番号の心当たりは。東国は息をついて首を横に振った。方向立てとかない。絶対に金庫を開けるルパン三世とか連れてきてほしいんやけど、いねえか。物理的な突破は不可能。抜け道も見当たらない。いよいよ万策尽きた感がある。頼みの綱の論文も手に入らない。そうなるとこの世界を解き明かすことは難しそうだ。どうするんだ。こうなったらもう正攻法で行くしかないね。犯人探すっていうのか。成功法、それはつまり僕らの中から犯人を見つけ出すということだ。それはもう少しだけ待てないか。僕らの中で疑心暗鬼を生みたくない。ここはみんなで協力すべきだ。それがこの世界のルールなんだよ。僕がやろうとしてたのはこの世界を破壊すること。でもそれができなかったら従うしかないよ。決して本意ではないけれど、僕は一刻でも早く現実世界に戻りたいんだ。ユリアちゃん、自分の価値と居場所を失わないためにもね。まだ調査は始まったばかりだろ。そんなに焦る必要なんて。いいや、僕は一秒だって無駄にはしたくないんだ。一秒努力を怠れば、その分天才たちの背中は遠ざかる。その1秒はその天才が努力しているってことか。こ
これ以上離されたらきっと父の視界に移りすらしなくなる。今ほんのわずかだけ与えられている居場所すら僕はなくしてしまうんだ。そうか、東国の言う居場所とはきっと家とか部屋とかそういう意味じゃないだろう。お父さんのここを中に占める場所、妹だけじゃなくもっと自分を見てほしいのだ。思い出したことがいくつかある。東国は国から賞をもらった時大々的に表彰され、その後すぐに会見を開いた。それがテレビで中継されたのだ。うわ、すごいことだ。テレビで中継されるもんなんそれ。記者の一人がご両親にもお話を伺いしたいのですがと聞き出すと、テレビの向こうの東国の表情が曇ったのを覚えている。彼女の両親はあの場にいなかった。それは多分妹の表彰の方に行っていたからだろう。東国ではなくより優秀な妹の方へ。これを天才じゃない凡人の方で分かりやすく置き換えるとなると、参観日で二人の娘に対して親が妹の方にだけ向かったようなもんなんだろうな。東国の焦りは理解してやりたい。しかし僕もこうなく八人で過ごす時間を守りたい。犯人探しなんて始めさせるわけには。頼む、もう少しだけ時間をくれ。まだ見落としがあるかもしれない。試してない手段が見つかるかもしれない。みんなで力を合わせて考えればきっと何か。ダメだ、時間が惜しい。ユリアちゃん、東国は平気なのか。八人の関係が壊れていがみ合いが始まっても平気なわけないじゃないか。正直君たちと過ごす時間は楽しかったからね。みんなが一緒にいて、なんか長いことこういうのを望んでた気がするよ。そうか、それなら。それでもダメだよ、ここは切らなきゃいけない。先延ばしにしたってどうせいつかは向かい合わなきゃいけないんだ。できるだけ早い方がいい。東国が犯人探しの路線に切り替えたらきっとすぐに見つけてしまう。そしてみんなの作り上げた空気が壊れることも分かっていた。僕は必死に頭を働かせ、東国を説得できるだけの理屈を探す。僕らに犯人探しをさせてバラバラにするのがこの世界の狙いかもしれない。やはり安易に仲違いを促すべきじゃない。ユリアちゃんが考えたと、クロノス世界の概念、それを否定する言葉だった。世界が僕らに仲違いを望んでいるなら僕はそれに乗るよ。乗るの？ゲームクリアに近づけるのなら絆の崩壊すらも厭わない。実は誰が原因かはもう薄々分かってるんだ。何だと？ここで東北を引き止める方法は思いつかない。それならせめて本心で向かい合うべきだと思った。どうしてかわからないけど、でもどうしても失いたくないんだ。東国が脱出を急いでいるのもわかる。君が家族の中の自分の居場所を必死で守ろうとしてるのだって気持ちは想像できるよ。家族という言葉を出した瞬間、東国はピクッと小さく体を震わせた。東国がやろうとしていることは自分のもう一つの居場所を壊すことでもあるんだよ。もう一つの居場所？そう。そうだ、僕らは常に東国を求めてる。君がいなくなるとどうにも成り立たなくなると思うんだ。君は居場所を求めてるようだけど、もうここにあるんだよ。そう、天才盆栽とかそういうことを考えなくていい。居場所、幼馴染。東国はそう言われてしばらく黙っていたが、
意を決するように言った。どっちだ？僕が欲しいのは君たちの中での居場所じゃないんだ。そうか。